俺全然恋愛うまくない。恋愛障害者と恋愛障害者一級手帳持ってるからで、ね。だからよくさ、俺の視聴者もさ、多分同定率今50%以上あると思うけど、本当に明日にでも捨てられるのになぜ捨てないんだろうって俺は本当思っちゃうの。あの、世界が変わるから、エッチすると。世界が変わるからもったいないなって。 活力がえぐいから、働こうと思うし、エッチしたいから。しかもさ、最初は好きなことしたいんだっていうの、ちょっとなんかね、フェミニーな考え持ってる人いるかもしれないけど、24、4までね、好きな女とセックスできてねえのに、じゃあお前これからお前がどうやって好きな女とセックスするんだって、まずは実践だろうがな 打席に立たないと一回意味ねえよ。一回風俗行くべきなんだよだから。簡単なんだからこんだけ俺が風俗の話してるんだから一回ちょっとね行ってみればいいのに。 いいぞちょうどお年玉の時期だし面倒 <laughs> くさいが先行するいやそれは違うんだそれは自己防衛本能なんだ俺はエッチできてないんじゃない俺が面倒くさいからエッチをしてないだけなんだっていうふうに自分に言い聞かせてるだけでお前のチン坊は本当はそんな風に思ってないんだぞ謝れ今すぐ下向いて自分のチンポにお前迷惑かけてんだぞ 他人に迷惑かけるんだったらまだしも謝れば許してくれるから。お前自分の体に迷惑かけてんだよ。最低だよ。はっきり言って。一番ゴミだからね。自分自身に迷惑かけるって。お前の脳みそ以外は全部の細胞がセックスしたいのに、お前のくだらねえ脳みそ、ちっちゃい脳みそだけが、な、自分の体を守ってるんだ。もう細胞同士が喧嘩してんだよ。いや、ちんちん違うんだよ。俺、お前は確かに、 ね、したいって錯覚してるかもしんないけど違う面倒くさいからしてないだけなんだよってでもお前の脳みそ以外の細胞はこいつ何言ってんだバカなんじゃねえのかいいからそんなこといいから射精させろって全員が言ってんだよで食ったらねえさえ熊田洋子のグラビアとかでアホみたいにオナにしてんでしょイッチすりゃいいんだよ別になんでしないのぶっ殺すぞお前らバカなんだからすりゃよくねえかセックスいい加減に 言ってんのにお父さんとお母さんに明日の朝起きたら「お母さんちょっとお金ください2万円」っつってもう何も言わずに「今日僕は戦争に行ってきます赤札が届きました赤紙が届きました」っつって2万円もらって出入れるかホテルかなんか行けばいいんだよで風俗嬢にこうやって言いなさいあの 僕は今日初めてだけど男になりに来ましたこの2万円で男になりに来ましたデリヘルなんて女に直接金を渡すから5000円ぐらい上話し,してマジでちょっとち,ちゃんと手ほどきしてくれ言えばいいんだそうやって いや、本番できねえのはちげえ。だから、もうそうやっ,つってさ、やらねえ言い訳ばっか考えるだろやる努力をしてないだけなんだって。デリヘルはセックスできるんだったら、自由恋愛なんだから、無理やりしちゃダメだよ。なんでそこで愛を育もうとしないのえ、そんな俺、おむつの履き方からみんなで教えなきゃいけないの 絶対するべきだと思うわ、俺。マジで。男たるもの。しかも、な。もう愛だの恋だの、出生率だの関係ない。ただ自分の射精欲のためだけで、ね、ちっとしいわ。<laughs> 最高だから、マジで。<laughs> 女を気持ちよくさせよう。いらないです。絶対に必要ない。ね、言うだろほんで、出生率があだこうだ。関係ねえから。から子供なんて産んでもめんどくさいことばっかりでしかなかるから、もう産まなくていいし、ね。 女は気持ちよくさせるなんてお考えなくて自分の社精のためだけに2万円を投資して安いもんだぞでも愛があった方が気持ちよくらいまあそれはもうなんか上級者でしょだって俺今まで本当に好きな女と付き合ったことって高校3年生の1回しかないよ本当に好きで好きで5回女の子に告白したことあるんだけど1回向こうから告白されて付き合って で、浮気しちゃって俺が別れちゃったのね。でもそいつの大切さに気づいて、もう一回付き合おう、もう一回付き合おうっつって、5回告白して5回目で付き合って7ヶ月で別れた女がいるの。やっぱり違う東京の女が俺を待ってるって。違ったって思ったんだけど、その時はもうマジで嬉しかったからね。そのこと初めてエッチした時に、もう加藤純一のチンポ、もうとろけすぎちゃって、加藤純一のチンポから加藤純一出てきたからね。 もう人の形となって出てきたからビリビュリって「おおやってるねー」って <laughs>「好きな女とエッチしてるね」って喋ってたから選手がほんとに俺聞いたんだからあもう育っちゃってんじゃんって生まれもう,う生まれてきたのガチでびっくりしたなんか生まれてきちゃったなーって 腰が砕けて。俺はしてほしいなして感想を教えてほしいな。絶対感謝するから。いや、カトさん、セックスって意外とくだらないっすね。絶対、絶対に幻想を抱かない方がもう全てうまくいくと思うんだよ、俺は。男はセックスしなきゃダメだから、絶対。もったいないんだよ、童貞でいることって。すげえもったいないから。くだらんぞ、エッチって意外と。 もっっったいいねえななてて思ちちゃうんだだよないち早く俺は童貞を捨てるべきだと思う芸能人とか声優とかさそれこそバーチャル YouTuber とかにあのガチの恋愛しちゃってなんかそいつらが結婚したら他人の <laughs> 結婚自分の好きな人の結婚すら祝ってやれないようなクズな男になっていくんだよ。 でそれがエスカレートするとナイフ持ってイベント行って突っ込んでなんか切り刻んじゃうみたいな <laughs> もったいねえよだから配信者にスパチャするぐらいだったら絶対風俗行った方がいいなって俺はマジで思うね AKB の CD100 枚買うのもいいけど10枚にして90枚のお金で風俗行く方がいいなって わしは思いますね俺が救ってやらなきゃいけない <laughs> 童貞の悩み相談してくれよかっただからいやだから今もう全もうべての全童貞に向けて俺今言ったんだぞお父さんとお母さんから2万円もらって明日の朝風俗に行く朝8時から風俗やってるから朝風俗行けそれがいいんじゃないですかね 朝マックみたいな感じでそんな安い店でいいかみたいな安い店でいいでしょ40分7000円でいいんじゃないか <laughs> 高校生は別にいいだろうなんかその好きな,なんか放課後に好きな女の子の椅子とかに精子ぶっかけとけばいいだろうそのやりきれないじょ情熱を <laughs> なあ座布団カバーの下だったらバレねえだろビューっつって 防災頭巾の下にねサイレント射精しとけばバレねえだろうそれぐらい許してくれるでしょ若気の至りで。